嘘、ガチで来た、ガチで来たんだけど、嘘、誰、え、サネ、やばすぎ。いや本当にバイエルンの黒玉来たし、サネはもうアフロがすごいんじゃ。ボーエンがシュートウィントからボーエン、いやーうまい、来たねー、これはピンポイントクロス、来たー、ピンポイントクロスすぎる、決めていくー、よーし、エデルギター石で、さあやり返していく、エゴイストの塊を見せろ、エゴの塊、決めていく、いやー来たね。皆さんどうもこんにちは、客員で存じもイラプレに潜入しちゃってきたいなと思います。本日はですね、毎週エージェントセカンドシーズンエピソード34やっていきたいなと思っております。前回もですね、たくさんの高評価、再生、コメント本当にありがとうございました。前回はですね、ガチャも良かったし試合内容も良かったので、はい、なかなか楽しむことできたんじゃないかなと思っております。ということで、前回の試合の記録だったりとか、ヒカ新聞しっかりと更新されておりますので、よかったらこの辺りもご覧ください。ということで、前回のコメント紹介いきましょう。ロッペンサネ、バイエルン10番の継承いいね、いやーこれ最高でしたよね。そしてサネ勢いそのままに今週ライバープレート A なので、もうゴリゴリに使っていきたいなと思います。絶対取れないのに足を伸ばす10連なんとか、やばい、うわやっべ、よく見てますね。彼は銃口を突きつけられながらゲーム実況を撮っています。今まで自分が決めたかのように喜ぶ山頂、いやこれめっちゃおもろかったし、あの逆方向に走り出してるっていうのもポイントね。毎回思うけど、選手をトレーナーにした後の、はい、ということでがえぐいほど切り替えすごい。いやーそんなことないと思いますけどね。まあ一応今日もチェックしていただきたいですね。やめて、ここでマイルライズを獲得しなければ闇のゲームで視聴者さんとなってる比較の選手まで燃え尽きちゃう。俺が獲得して比較、あなたが今これ獲得しなかったら視聴者さんとの約束はどうなっちゃうの。ドータマ選手はまだ残ってる、ここでトレードすればマイルライズをゲットできるんだから。次回ヤルチュンシスデュエルスタンバイ、うん、ヤルチュンを殺すな。はい、ということで、毎週今週もこんなルールでやっていきたいなと思っております。今週はですね、 FPC 進化ルールあるのと、視聴者参加型のガチャ補強っていうのもありますので、よかったらこの動画に高評価をしていただければ、来週のガチャ補強につながっていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、今のですねリーグ戦の記録なんですけど、はい、シティが強すぎます。勝ち点10差ということで、本当に優勝できるのかなって不安になってきたんですけど、まあでも下を向いてる暇ありません。彼らの背中を見ながらがっつりやっていきたいなと思っております。で、チーム内の得点とアシストでいうと、最近だとね、ロバートソンのアシストがすごい伸びてきたりとか、あと得点で言うと、まあエデルかな、はい、この辺り注目になってくるのかなと思います。リーグの得点アシストも頑張ってますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。ということで、今週もですねガチャ補強やっていきたいなと思うんですけど、前回8813ご評価ありがとうございます。4回補強しかできなかった、次の週必ず5回補強できる説っていうのがね、引き続き継続しているんですけど、はい、皆さんありがとうございます。そして今週は FP 進化ルールもありますので、そこまでぜひ楽しみにしておいてください。ということで、いっちゃいましょうか。5回補強できる喜び、息ができる喜び、二足歩行できる喜び、さあ1回目お願いします。あーマジか、ベルギーに落ちる喜び、オケレケソル、フェリピーありがとうございます。もう今週もフォワード全部っぱでいいですか。もうちょっとね、フォワードやっぱ楽しいなってことに気づいちゃったんですよね。お、イングランド期待できますよ。さあ2回目お願いします。ゴー、お、キン、え、プリシッチだよね、プリシッチ戻ってきた、え、どうしよう、ねえ、機関士、ヒカルド・グラール、いや本名バラすなって、ヒカルド本名バラすな、ヒカルド・グラール・プレグリャク、マジか、え、プリシッチ入れる、迷うな、こういうところもちょっと毎シーズンのドラマなんだよね。そしてヒカルド・グラールもちょっと入れたくなっちゃってますね。さあ、運命的な出会いを果たして、いやおもろいな、まさに毎週エージェントの醍醐味って感じでしたけど、さあ3回目フォワードいきましょう。これもヨーロッパ落ちそうですね。お、イタリアいいですね、なんかいい感じの国に落ちる、ゴー、ゴーキン、これはどこだろう、エラス・ベローナとかかな。おお、合ってましたね。あ、ラザーニャじゃん、あ、ラザーニャなんだ、はい、ラザーニャ、アムマ、パプチストン、ありがとうございます。中国のクラブよく来ますね。そして武漢っていうね、僕らの記憶にはすごい残ってる武漢ですけど、なるほど、ありがとうございます。ちょっと浮気していいっすか、ミッドフィルダーに。やっぱじゃあフォワードばっかりじゃ飽きちゃうじゃないですか。なんだろう、毎日カレーばっかり食べてると飽きちゃうから、たまにはラーメン食べたいみたいな、そんな感じ。さあフランス、おお、なんかヨーロッパ先生やみたいな、来い、わあ銀玉か、なんかすごいいいっすね、このいろんな国に落ちる感じは見てて楽しいですけど。あ、ブデーブズじゃん、はい、ブデーブズ、フォレスト、ブルグマン、ありがとうございます。ブルグマンかわいいね、なんかすげえ真面目そう。さあ、ラストいきましょう。今のところ特にこう波はなく、スルスルっと5回目まで来ましたけど、まあでも皆様の高評価いただけてることに感謝しながら、当たり前じゃない5回補強は。さあラストいきましょう、お願いします。さあ右に行って、さあヨーロッパ、お、イングランドにまた戻ってくるんですわ。ゴー、お、銀玉、あ、え、待って、嘘、
これさあ、違うか、ジョーダンアイユじゃないかな、これ一瞬ベンテケかなってめっちゃドキッとしたんだよね。はい、ジョーダン、おー、キン、え、レイスル、え、待って、キン、やば、マジでメツさん、キン来たんですけど、キン入れたいな、入れたいけど、でも入れられるかな、今の枠的にちょっと迷いますけど、はい、ありがとうございます。いやー、すげえドラマ起きたね。さて皆さん、今週まだ終わりませんよ。今週こんなに CS ガチャ来てるじゃないですか。はい、僕の中では3回ぐらい進化チャレンジあるかなって思ったんですけど、はい、まさかの1回だけでした。はい、ユナイテッドマルシャルチャレンジ行ってみたいなと思っております。実はね、マルシャル自体も最近獲得して、まだ試合には出せていないんですけど、はい、試合に出さないまままさかの進化チャレンジが来るっていう新しいパターンですね。さあ行きますか。マルシャルサクッと当てて、しかも今日聞いてください皆さん、ユナイテッド戦なんですよ。いや、もうこれ運命じゃないですか。もう点と点がつながったコネクティングドット、そんな回だと思ってますので、マルシャル、あなたを求めてガチャ引いていきたいなと思います。ということで行きましょう。今日の僕の運勢、魚座花マルシャル、さあ行きましょう。お願いします。9番が見えれば勝ちです。行くぞ、マジで右利き、横飛びだけはダメだよ、今回はダメだよ。さあお願いします、レッツゴー。あー、ダメだ、左だもん。あのさ、ルークショーどんだけ出んの。あのさ、音赤でも3回中2回出てるし、これで合計4回中3回ルークショー。ルークショーの独断上じゃん。みんな、僕の悩みを聞いてくれないか。もう、比較 AC から、誰も対談させたくない。もうやめましょうよ。これ以上選手とお別れするの、命がもったいない。選手一人一人に、帰りを待つ家族がいるのに、優勝はまだしてないけど、まだ活躍できる選手を売却し、使うかわからない選手を加入させて、その上にまだ選手を増やすなんて。ということで、今週の加入選手なんですけども、この上4人でめっちゃ迷ったんですよ。プリシッチ、あとね、このオケレケって選手、この選手バケモン強そうなんだよね。はい、23歳で結構育つし、能力もね、はい、こんな感じでスピード瞬発高いし、フィジカルも結構あって、で後半6あって、スキル見ていただきたいんですけど、エッジターンあって、ミドルシュート、ワンシュー、ワンパス、スルパ、チェイシング持ちのラインブレイカーよ。いや、これ絶対えげつないと思うんだよね。っていうところで、オケレケ、プリシッチ、モイズキン、ヒカルドグラル、あのヒカルドグラルに関しては完全にコネ入社ですね。はい、そんな感じでこの4名で迷ったんですけど、今回はですね、プリシッチとオケレケ、この2人を加入していきたいなと思います。なので、キンとヒカルドグラル、ありがとう。ギリギリまで迷った、いつか会った時は加入させるよ、ありがとう。間違えて売却しちゃった。そして、2人が加入するということは2人とお別れになるということです。そうなんです。さあ誰かというと、見ていきましょう。らしさ、いやー、らしさはね、すごい迷ったし、もうめちゃめちゃ活躍してくれて、実はですね、らしさかテベスか最後まで迷ったんですけど、今回はらしさとお別れしていきたいなと思います。本当にありがとうございました。そしてもう一人下の方、ラポルト、最近全然ラポルト出せてないなっていうのと、やっぱ引き継ぎでね、なかなかライブアップデート適用されないって現状もありますので、はい、この二人とお別れしていきたいなと思います。本当にクソお世話になりました。ということで、このままですね、育成の方やっていきたいなと思うんですけど、今週はですね、サネ行きましょうか。まあ、ライブアップデート A ということで、もう今週ゴリゴリに使っていきたいなと思いますので、がっつり育成やっていきたいなと思います。いや、サネどのくらい行くかめちゃめちゃ楽しみだな。まあ、このくらい入れましょうかね。はい、行きましょう。レッツゴー。サネ、どうだろうな。レベマどのくらいかな。ちょっとサネって感じ。おー、総合値92、レベル25まで上がりましたね。そうそうそう、今週なんですけど、実はですね、見てください、スカッと見覚えないですよね。なんとこのマイシエージェントでは初めてのチェレフチェンコ使っていきたいなと思っております。ちょっとね、チーム適応率とか間に合わなかったんですけど、まあ今いるメンツで最高のメンバー作ってきましたので、今回はこれで戦っていきたいなと思っております。で、今回の相手なんですけど、はい、第26戦ということで、マンチェスターユナイテッドスカットですね。まあ、マルシャルにとってはフルーツ対決になりますけど、がっつり戦っていきたいなと思います。ということで、早速いきましょう。レッツゴー。さあ、ということで、試合の方をやっていきたいなと思っております。さっきまで、ガチャ動画撮影して、生放送して、今、試合編撮影してるので、もう、喉は完全に温まってますよ。もう、プレイよりトークで見せていきたいなと思います。どっちも無理だ。グッチェスターユナイテッドさん、よろしくお願いいたします。さあ、まずは調子重要だよ。レッツゴー。なんか極端、すごい極端だけど、どうしよっか。これもうね、これバレンダ出しちゃいます、 CMF で。はい、で、まあこれでいきましょう。で、試合時間7分に設定して、いや大丈夫かな、これちょっと怖いけど、
夜にして時間帯夜で、あとはですねユニフォームこれ黄色に変えましょう。さあお相手さん、こんなスカットですね、よろしくお願いいたします。マルシャルの FP 進化に失敗した比較 FC、 その悔しさ、その悲しさをマンチェスターユナイテッド相手にぶつけることができるのか。さあ今宵も比較 FC やっていきたいなと思います、よろしくお願いいたします。ちなみにですねお相手さん、チェルシー戦のスタメンを揃えてくれたみたいですね。いやー落ち着いて集中、チェレフチェンコの攻め方思い出して、チェレフチェンコの攻め方思い出して、さあ落ち着く、サッコム出す、いいよ、はい、タファビーニョ、カマビンガ、シューキャン、サイド出す、どうする、パティ、ダブルタッチ、打っていく、どう、いや惜しい惜しい、いいよいいよ、積極的な仕掛け、いいよ、若さ出てるよ、行こうよ行こうよ。さあもうここまで完全に比較級 C ペースですからね。さあディバラ完全に入れていく、さあ来たか、カマビンガ、うわ嘘、うわデヘア、デヘアが鉄壁すぎる、さすがだな。さあ落ち着いて戻って、強力気をつけてね、チェルフチェンコ出すとすぐ終わるから、待って気をつけて、頑張れ頑張れ、比較し守れ守れ、やばい、ぶち抜かれてる、こんな一発でナイス。さあクリアしよう、強固のクリア、オッケー、よし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 、お互いのゴールキーパーが見せる形、坂上ビンガー、ここ縦切る縦切る、読んでる読んでるのに足が出ない、まずい、いけピケ当てにいけ、体、よし、全員で戦ってる実感があるぞ。よし強固ミス出して、さあどうするか、逆サイに振ろうか、逆サイに振っていいパスだ、ピケ、よしパティ、そしてここ前入られる、ワンビサカ強え、ワンビサカ、ツービサカ、スリービサカと、そのぐらいの圧があるぞ。サファビーニョ気をつけろ気をつけろ、ここ取れる、ファール、いやーファールか、これ嫌な位置なんだけど、これブルーノ・フェルナンデスお得意のコースじゃない、これおっつけ、絶対にクリアしよう、大丈夫か、ピケ、なんとかしろよ、絶対なんとかしろ、弾き出せ、何どこ使ってもいいから、どこ使ってもいいから弾き出せ、危ねえ危なあ危ねえ、これ完全にレイナの覇気よこれ、いやブルーノ・ウェルナンデス危な、もうだってレイナ何もできてないからね、危ねえ、いやー待って誰に焦点当ててんのこれ、分からん分からん、ちょ分かりづらいカメラワークやめて、完全に危ないが、さピケに出して一旦サイドに出しますと、から逆サイに振る、ラッシュフォードからジョーゴメス、バレーラ走らせる、どうするか、ディバラ前向けるか、いいよ、さあここに入れる、ナイス、シューキャンで前向いて、ここで走り出し、惜しいな、今の前の向き方も良かったですけどね、落ち着け、このカウンター怖いよ、よしナイスはビーノ、よく戻った、出して、さあファティ、いやファティかっこよすぎる、ファティかっこつけた結果取られていく、はい、さあここ、いやいいよ、さあ向いて前向いて、来たフェルミーノ、フェルミーノ、いやー入れ替わってる、私たち入れ替わってる状態、来た、うわマジか、ラッキー、カマビンがナイス、来てるよ、もう一度、さあ3度目の正直、いやなんでなんでだ、マジかよ、今のとっさにループにしたのに、普通に打った方がよかったから、今集中、めっちゃいい試合、ちょっとこれ緊迫したこのいい試合、ラッキーやめて、危ねえ、あぶんな、今終わったと思ったわ、ギリギリのとこ通していく、針を通すような、針の穴を通すような、早いんだよ、おーラッキーラッキー、あぶねえ、はい、さあカマビンガからパティ、どうする、エイズ持って、あ待ってデヘアが出てくる、デヘア出てくる、さあどうする、ダブルタッチ、ダブルタッチからフィルミーノ、ガイタナイス、オッケー決めていく、さあダブルタッチの完璧なかわしから、よし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 、この破線プフィルミーノの連携は二度たきますと、完璧なパティからのフィルミーノ、よし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 、これでかいね、ここ決めたのはめちゃめちゃでかい、マジナイスゴール、オッケー、さあ1点リードで前半が終了、いやお相手さんのねあのチャンスもめちゃめちゃあるんですけど、かなりいい形なので、さあねヤルチュン今日は言葉はいらない、結果で見せてくれ、さあやっていきます、よろしくお願いします、さあ必ず勝利をもぎ取ってみせろ、はい取って、取れるか、待って気をつけて、こい気をつけて、ちょっと待って、グリーンウッド話し合おう、話し合おうよ、そんな無慈悲なグリーンウッド強すぎるって、ねえもう
うそれ止められないじゃん。縦だ切る、縦だ切って、さあ神がよーしいいぞ。さあ銃霊落ち着いて、怖いよ。さあピケ逆サイドに振る、うーわえぐ、めっちゃいいパス来たね。はい来た。さあディバラダブルタッチ、さあ来た。ディバラ頑張れ、ディバラいけないかー。カマビンガどうする、ヤルチュン、いやーリンデロフに読まれてる、マジか。ヤルチュンでいけばよかった。今の守備うまおあいつさん、まあうーん結構やられたね守備は完全に。待ってこのこぼれ球やばい、このこぼれ球よって、グリーンウッドやばすぎる。だって何してんの、なちょっと待って、やばすぎ、バグりすぎ、危ねえ。はいやばって、まだかやばい。オッケー、さあ全員で全員で守りながらなんとかピンチを回避してるけど、やばすぎるんだけど攻撃が。はい大丈夫、ダニエル・ジェームスここ当たる、当たる、よしカマビンガ出して、ヤルチュンからフィルミーノから来た。さあディバラ行ってくれ、ディバラ来い、よーし、ここでずらしてシュートが決まっていく。オッケー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 。さあゴールキーパーの動き出しを見ながら中間でずらして決めていく、これが比較決心、よっしゃ。さあこれよかったよ、抜け出しもよかったし、ここで斜めに切り込んで中間1回入れることで確実なシュート、ありがとうございます。よーし、デヘアの牙城ついに崩していく。さあここ集中状、最後まで最後まで、あと15分あと15分集中しろ、マジでマジで、全員守備全員守備全員守備、はい守れ、いけるよ大丈夫、守りきれ守りきれ、よしファミーノ前出してくれ、待ってなんでなんで、嘘、え待って、なんでね、なんでね、なんで今失点したの、今ヒカック、いや戻ってくれてるしお相手さん、待ってちょっと確認していい、なんで失点した、いやファミーノでクリアできたって幻想が見えてたんだけど、僕の中ではもうここで、そうここでもう強豪校のクリアできてたはずなんだけど、何かがおかしいねこれ、いやもったいなすぎるけど何も言えないな。さあ行きましょう、大丈夫諦めんな、集中していけ、大丈夫ヤルチュン前向いて、あーちょヤルチュン、ヤルチュンナイスパス、ヤルチュンまさかの形のパスになる。さあバレーラ、いや待ってバレーラ落ち着いて、いいよ、さあここナイス、さあヤルチュン、いやヤルチュン奥さいか、いやでも腹いせのようになんかすげえスポーツマンシップないやつみたいになってたけど今ヤルチュンすげえ怒りの、たださヤルチュンのシュートえぐない、なんであそこ助走なしであんなすごいキック打てんの。さあ集中ラスト、ファミーノ勝って、よし勝った、嘘待ってこれあるよ、これ全然あって、ダブルタッチ、いや強っヤルチュン、サイド出せ、来たサネ、待って中行っちゃおう、中折り返す、いや無理か、待って今のちょっと早かったか、気をつけろ守備、カミンが縦切る、縦切ってグリーンウッド怖いんだよな、ただ大丈夫でしょ、ここだけ切ってれば一旦いけるはず、やば、ファンデベイクルーレット、うわ待ってやばい、ちょっと待ってピケ落ちて、大丈夫ここ当たる、ここ当たる、ピケ頑張れ頑張れ、オッケー、いやグリーンウッドうまい、ちょっと待って、いや無理、え待ってオブノオブノ、え終わったと思った今、完全にワンデベイクとレイナがブチ切れてんだけど、そこでいやうまっ、ええぐいってこれ、うわあぶな、いやマジで入ったと思う、いやレイナもう、いや何このダダのこれ合いみたいになってるね、ダダ今のシーン面白すぎでしょ、ベストシーンでしょ今の、うわマジか。89分決めるわ、ピカック決めるわ、ここで決めたらドラマじゃん、ここで決めたらドラマじゃん、そう、うわ、ヘデで取られた、やばい、ちょっと待って、相手にドラマ、ロストフの悲劇来る、待って、ロストフの悲劇やめて、ねえ、待って、気をつけて、やばい、やばすぎ、ちょっと待って、ねえ、待って、ありえない、ありえない、これは、マジでロストフの悲劇来た、もう言わなければよかった、うーわ、やったわ、ちょっと待って、今ね、完全に携帯投げ捨てた、僕、今、悔しさというか、なんでってなった。うわガチか、あー終わった、負けた、くっそー、うわー待ってカバーに何得点した今、いやマジか、
いやそうなると悔やまれるしめっちゃあるけど、まあでも試合内容としては完敗だったので、まあなんかね積もり積もって最後に出ちゃったって感じでしたね。はい、対戦ありがとうございました。いやうまかった、この方めちゃめちゃうまかったし、ファティからのフィルミーノあれよかったね。でからのグリーンと追いつかれるもののフィルミーノからのディバラ、そして最後カバーニの2得点。いやなんかすごいドラマがすごかったね。まあでもね楽しかったって気持ちもあるから、なんかすごい複雑な気持ちですね。はい、ありがとうございました。いやー悔しいな、このカバーニとグリーンウッドのコンビがエグかったですね。あとはファンデベイクもうまかった。はい、対戦ありがとうございました。めちゃめちゃいい試合でしたね。ということでハイライトでお別れしましょう。ちょっと悔しい思いあるんですけど、まあでもあの爽やかに負けたので、まあしょうがないんじゃないかなと思っております。まあ引き続きちょっとねこれね、だいぶ優勝厳しくなってきましたけど、まだまだ最後まで諦めずにやっていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録で応援していただけたらすごく嬉しいなと思います。この動画はですね毎週水曜日に投稿していきますので、次は3月10日水曜日ですね。はい、またこの時間でお会いしましょう。プレミア公開見てくれてありがとう。ではまた来週お会いしましょう。バイバイ。 That is terrific skill. Big chance!